こにゃきは。お、まずはバトルコースからのスタートだな。リンクのままゴールだって。気合を入れてと。行くぜ。さあ始まりさ。おこにゃん選手はキノキコです。ああ、これ見たことあるやつですね。結局はいきなりダメージを食らってますが。もうすぐそこでサイド剣を取れるので罪ではないですが。まずは大きなタイムロスになってしまいました。いきなり不穏な空気が立ち込めてきてますが。まあここからの挽回に期待しましょう。ルイージ選手がかなり速そうですね。すでにツタは出し終えてる模様。これはミスを願うしかないでしょうか。どうでしょう、最速でいけばなんとか追いつける可能性も。そこの鍵を最速で取れたら。いや、すでに鍵を取ってるみたいです。逆にポコニャン選手が詰まる可能性もありますが、ここは一発で取ることができましたね。かすかな希望を抱き進みます。さあ、そしてここも爆弾でブロックを掘りますが。これはタイミングよく爆弾を出さないと上のブロックが掘れませんね。人間爆弾をするとゴリ押しで掘ることもできます。今回はその人間爆弾でブロックを掘りました。ただこれの欠点としては剣を取りに戻らなければならないという。まあ失敗するよりかは断然早いですね。実はこれリフトが上がった時に爆弾を出せば人間爆弾せずに壊せますが、とっさには気づけませんからね。そして表エリアに戻ってきましたが、ここでルイージ選手のゴールです。いやー、最初にダメージを食らったのが痛すぎた。あれでほぼ決着がついてたもんな。その後も特に失敗なく進んでたもんね。ま、気持ちを切り替えてやっていくか。ホールド感に乗れてねえんだが。最悪の出だしじゃない。く、まあここからごぼう抜きを。あれ、これって、バトルコースか。さあ始まりさ。ポコニャン選手はキノキコです。おっと、これは起きてはいけないタイプでしょうか。最初の2つはそうみたいですね。ポコニャン選手すべて決めることができました。スクワブロックで足止めは食らいましたが、まずまずの好スタート。他選手はどうやら失敗しているみたいです。かなり難しいバトルコースですね。この鍵も落ちたらやり直さなくてはなりませんからね。一発で取れて一安心です。まずは先頭で鍵ドアを開けました。今回は条件がないのでどこでゴールが来るのかわかりませんね。どうやらここから裏エリアに行くみたいです。このリードを広げられるでしょうか。さあ裏エリアにやってきました。大量のオンオフブロックがあります。これは登るとオンオフスイッチがあるタイプでしょうか。まだわかりませんが、いち早く登り切ってしまいましょう。さあちょっと詰まってますが、壁キックをスピンではなく通常のジャンプにすればよかったですね。そうすればクルが使えてうまいこと入れますからね。さあ高さ1マスの隙間をどんどんと登っていきます。少しラグがあるのでポコニャン選手慎重に入力しているのでしょうか。おそらくそうかもしれませんね。勝っているので焦らないようにしているのでしょう。臨機応変に対応するのはいいことですね。さあ三段ジャンプは入りましたが高さが足りません。本来なら壁キックと合わせて一発で届いたのでしょう。そしてやはりオンオフスイッチがありましたね。これでポコニャン選手の勝利が確定したのでしょうか。後続の選手は来れないのでおそらくそうかと。おそらく土管に入ったらゴールではないでしょうか。これで続いてるようなら焦りますけどね。他の選手はどうなったのでしょうか。ちょっとわかりませんね。そしてどうやらこれでポコニャン選手の勝利みたいです。あるいは他選手もポコニャン選手と同じ土管から出てきましたか。ということは遅れてたらワンチャン負けてた可能性も。まあ今回は勝ちましたのでオッケーでしょう。ふう、最初にうまくいけたおかげで勝てたね。ワンミスすると大きくタイムロスするコースだったわね。さあそしてまたバトルコースか。行くぜ。さあ始まりません。始まりませんか。始まりさ。ポコニャン選手はキノキコです。カエルの合流するタイプですか。まずは前に出ることができましたね。こういうタイプは先頭に出ることが非常に大事になってきます。先頭にさえ出てしまえば邪魔し合うことはありませんからね。このまま大きく突き放してしまいましょう。そしてここはまた水に潜るのでしょうか。上の一方通行の壁を飛び越えられもできそうですが。なるほど、飛び越えたら若干のショトカになるのかもしれませんね。今回は誰も飛び越えた選手はいなかったので関係ありませんか。もしかすると要所要所にショートカットできる場所があるのかもしれませんね。場合によっては逆転されることもあるかもしれません。注意して見れるといいのですが、果たしてそんな余裕はあるのでしょうか。わかりませんが、ポコニャン選手の反射神経に期待しましょう。おじいちゃんなのでちょっと難しいかもしれませんが。また年寄り扱いしおって。今日がおじいちゃんになってますよ。さあ少しずつ差も開いてきてるように思います。カエルコースはあまりありませんが特に動きは問題ありませんね。おっと、この T 型の足場はもしかして。これも上から行けば若干のショートカットになってたのでしょう。さすがに反応はできませんでしたか。さあそしてゴールのギザギザが見えましたね。このまま行けば勝ちだと思われます。さあ何やらオンオフブロックがありますが、どうやら裏エリアに行くみたいです。オンオフが切り替わった場合が気になりますが。うわ、なんと裏エリアはソーダグレープ。さすがにカエルでもここは泳げません。ジャンプ力を生かして進んでいくことになりますが。なんでしょう、その情けないジャンプは。まあカエルの地上での操作は難しいことは知っています。ポコニャン選手カエルを取らないを選択しました。確かにこっちの方が圧倒的に動きやすいですからね。さあそして気になるのはマリオ選手とキノピオ選手。おかしいですね、全く来る気配がありませんか。もしかすると先ほどのオンオフブロックの前で待機してるのかも。あー、もしかしてズルニャンする気ですか。いかにも怪しい配置でしたからね。中間を取ってしまったのでもう後戻りはできませんが、ズルニャンできないと信じて先に進みましょう。ポコニャン選手落下しないように気をつけてくださいね。一応今のところまだ先頭ですが。あっと、どうやらマリオ選手とキノピオ選手どちらも裏エリアに来ましたね。動きがないので尻目を切らしてきたのかもしれません。一安心といったところでしょうか。ですがルイージ選手の追い上げが、ちょっとこれ届きますか。高さ的にはギリギリですがどうなんでしょう。もしかするとカエルの大ジャンプが必要だったのでは。いや、助走さえつければなんとかなると思うのですが。これにはポコニャン選手ルイージ選手と顔を見合わせます。これは頭狩りを狙ってるのかもしれませんね。果たしてそんなうまくいくのでしょうか。わかりませんが、お互いどう動くのでしょう。さあここでルイージ選手ポコニャン選手を掴みます。ポコニャン選手抵抗して振りほどきました。これはルイージ選手ポコニャン選手を上に運んでくれようとしたのでは。あーっと、ポコニャン選手落下してしまった。どんどんと落ちていきますが、果たしてなんと再確まで落ちてしまった。いやー、流れるようでしたね。やり直しになります。あー、キノピオ選手がゴール。く、どうやって行ったんだ。チビ状態ってのは確認できたぞ。ゴールの時はカエルだったけど。え、
聞くの。さあ始まってしまいマリサ。ココニャン選手はキノピオです。お互いやり直しをするという選択はなかったようです。まあ出遅れてしまうリスクがありますからね。邪魔し合わなければいいのですが。そして今回は折り捨てですね。まずは少しだけリードできました。ちくわブロックを素早く落としていきます。当たり外れはあるのでしょうか。そこまで関係ありませんでしたね。おっとブランコクレーンをいい反応で乗り継ぎました。こういう動きで差を広げることができます。んですがここで大きなタイムロス。これは非常にもったいない。やはりココニャン選手は貯金をすぐに使ってしまうタイプです。なんとか前頭は死守しましょう。何気にルイージ選手も早いですね。マリオ選手ばかりに気を取られてはいけません。おっとこのちくわブロック、一番遅い場所を選択してしまったか。ですが結局左に行くみたいです。どのルートが一番早かったのでしょう。これは比べてみなければわかりませんが。さあここでマリオ選手に逆転を許してしまった。これはどうなるでしょうか。ここは意地でも勝ちたいですね。そしてすぐに再逆転に成功です。ブランコクレーンでの即ジャンプは得意ですからね。マリオ選手かなりの苦戦を強いられています。その間に一気に進んでしまいましょう。さあ逆流してくるブロックですが、これは苦しそうです。なかなか思うように進めません。これはジャンプがいけないのではないでしょうか。なるほど普通に走ればおおほら通り抜けることができました。いやせっかくのリードがまた追いつかれてしまいましたね。さあそしてドアに入りましたが、おっとここで合流するみたいです。そして表エリアへと戻ります。さあさらにはここで全員合流をし、おーっとこれはゴールではないでしょうか。この感じはおそらくそうでしょう。いやー途中かなり下りましたがなんとかなりましたね。逆流のブロックは走らなければならないことを学びました。危ない危ない、あれで負けたら絶対悔しいやつだったね。さあアイテムや靴とかいろいろあるけど何かしらは欲しい。よし、リンクは強いんじゃね。ロベチンからのスタートになっちゃったけど、でも二人やられたからこれはチャンス。ブーツを活かせるといいんだが、おお、そこもうゴールじゃん。すごいじゃない、キノピコの下から。これはナイス逆転勝利なんだぜ。めちゃめちゃ短いコースだったね。さあ次のコース。またバトルコースか。最近ちょっと増えてきたわね。かっこいい姿を見せられたらいいんだけど。行くぜ。さあ始まりさ。ココニャン選手はマリオです。そこに鍵ドアがあるということは、鍵を取って戻ってくるタイプですね。まずはジャンププルをしっかりと成功させました。ルイージ選手も同じく決めています。これは面白い戦いになりそうです。少しでもミスをするときついかもしれません。かなりの重さの選手でしょう。ここまでお互いほぼ同じ動きです。さあちょっと詰まってしまったので、ここはしゃがみジャンププルを諦めます。ここはルイージ選手もですね。ここまでシンクロするのはなかなか珍しいです。さあそして鍵がありました。ここで若干ですが、ココニャン選手がリードしました。これは大事にしましょう。あとは帰りですが、残念ここもしゃがみジャンププルを決められません。4マスのしゃがみジャンププルはそこまで難しくはないんですけどね。助走が足りないと絶対に成功しませんが、ですがルイージ選手の姿が見えなくなったのはでかいです。んとココニャン選手、いやそういうミスはいらないですって。一気にルイージ選手に追いつかれてしまいました。このまま逆転なんてやめてくださいよ。さあもうすぐ鍵ドアです。先に入るのはどちらの選手でしょう。いやこれはほぼ同時です。ここは壁キックで一気に土管まで行きましょう。ルイージ選手はミスしましたね。そしてここで表エリアへと戻ります。さあ条件の50コインはまだでしたね。そしてまた4マスのしゃがみジャンププルをここでもすることができませんでした。ルイージ選手も同じくです。このラッキーはどこまで続くのでしょう。続いてフラワーをゲットしました。ここからファイアー連打です。金なので溶かし損ねに注意しましょう。ジャンプ打ちが基本になります。さあまたさらに鍵ドアですが、なるほどブンブン戦ですね。ということはこれがおそらく最後かもしれません。ここは倍速でお届けしましょう。何気にキノピオ選手もかなり上がってきましたね。そして最初に入ったのはココニャン選手。おーやはりゴールでしたね。いやヒヤッとする場面が多々ありましたが、なんとか勝利することができました。それでは皆さん次の動画へ行ってらっしゃい。